国鉄7100系蒸気機関車。7100型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍したテンダー式蒸気機関車である。1880年、明治13年の北海道発の鉄道、官営ホロ内鉄道の開業にあたり、アメリカ合衆国から輸入された蒸気機関車である。ピッツバーグの H、K ポーター車で、 次のように合計8両が製造された。関英ホロ内鉄道は1889年に北海道大港鉄道に譲渡されたが、1906年、明治39年に制定された鉄道国有法により、買収、国有化され、全車が関節鉄道に編入されている。この機関車は番号の他に歴史上の人物、 北海道絡みが多い傾向にちなんだ愛称を付されていることでも知られ、1から6には番号順に、ヨシツネ、ヨシツネ、ヨ弁ツネ、弁ンヨロコビ、ベンケイ、ベンケイ、ヒラフ、ミツと命名されている、1889年生の二両は、無名。これは、当時のニューヨーク領事であったの意見によったものと言われている。 西部劇から抜け出てきたようなアメリカの古典的スタイルの機関車で、その愛称とともに日本の古典蒸気機関車の代表格として親しまれている。道輪直径は 914mm3 フィート、車軸配置2から6から0で2気筒端式の高和式テンダー機関車である。弁装置はスティーブンソン式で、弁室をシリンダ上部に設置したアメリカ型である。 テンダー、淡水車は二軸のボギー台車を二つ付けた四軸のもので、側面に相性名が漢字で対処されていた。これは、開拓市長官、黒田清隆の筆とも、代書機関、山内包み雲の筆とも言われている。前述のように、典型的なアメリカ古典機スタイルで、全体張りに取り付けられた、カウキャッチャー、牛余けイコール排晶器や大型のダイヤモンドスタック。 火のコ止めを取り付けた煙突大型の油灯式枚商等第一感動場に設けられたベル木製の運転室などが特徴的である。ボイラーには第二感動場に砂箱、ワゴントップ型の加湿場に蒸気ドームが設けられている。1880年に輸入された2両にはウェスティングハウスウェアブレーキ製空気ブレーキが装備されており、 客車と共に貫通制度ができるようになっていた。標準装備されていた自動連結機と共に本系の先進的な部分である。当時、北海道以外の国内の鉄道では、真空ブレーキとリンク式連結機が用いられていた。1880年11月28日、テミ札幌館が開業し、1、吉常と2、便喜びの使用が開始された。 翌千八百八十一年、明治十三年八月三十日には、明治天皇がこの区間に乗車し、吉常が開拓し合客車を含むボギー客車給料編成のおし列車を牽引している。千八百八十二年十一月十三日には、札幌幌内間が延伸開業し、三平布と4、三国が増備されている。その後、五信広と6、 静かが増備されたが、1887年の増備は、やや大型のボールドウィン製の C 型テンダー機関車、7、8、あとの7170系となった。1889年には、再びポーター製が2両増備され、9、10となったが、あとに、前述の、7、8と番号を交換、10、9、7、8し、ポーター製を1から8に揃えている。 北勇者による受け負い営業を経て、1889年12月10日、ホロ内鉄道は北海道太閤鉄道に払い下げられ、本形式も同社に引き継がれた。北海道炭鉱鉄道では A 型1から8、あとに E 型とした。北海道炭鉱鉄道では、本型に対し煙室の延長や、ダイヤモンド型煙突のパイプ型への交換。 カウキャッチャーの撤去などの改造が行われ、原型が損なわれていった。1899年、明治32年には、7が北海道庁鉄道部、北海道関接鉄道2条とされ、道部の b 2系、1 1となっている。同期は、煙突や煙室の改造が施行されておらず、原型に近い形態を保っていた。だが、いずれにしても、営業列車に使用されることは、 ほとんどなく、主に建設工事や除雪用に使われていたようである。1905年4月1日の関節鉄道、鉄道産業局編入後は EC 型と称した。前述のように、1906年10月1日、北海道炭鉱鉄道は、買収、国有化され、関節鉄道に編入された。前年四月に移管されていた、北海道関節鉄道の一両を含めて、 本系の八両全部が関節鉄道に引き継がれた。1909年、明治42年には、鉄道員の車両称号規定が制定され、7100、計7100から7107に改められた。公式の改版は次の通りである。この時の改版であるが、実際の番号と現車の製造番号の間の関係に相当の乱れが生じている。これは、 製造名板がボイラーに取り付けられていたことと、北海道炭鉱鉄道では修繕の効率化のため、足回りとボイラーを別々に管理しており、相互の振り替えが頻繁に行われていたために生じたもので、本型が3両も保存されることとなる原因となってい、この詳細については、次節で述べる。この時点で、7103が入れ替え用に、他の7両が、 北海道庁建設事務所に貸し出され建設用に使用されていた。1915年、大正4年には粘着力の増大を図るため、先はを撤去する改造を、函館工場で施行されたが、蛇行動がひどくなり、すぐに復旧されている。ただし、改造の記録が確認できるのは7103のみで、復旧の記録もなく、全社に施行されたかどうかは疑わしい。 その後、1917年、大正6年に7106が廃車され、日本製工所ムロラン製作所に売却されたのを、皮切りに、7103が1922年、大正11年に廃車され、ユニキドへの譲渡が予定されたが、キャンセルされ、以降の消息は不明となっている。1923年、大正12年に7100、7102、7104、 7105、7107が廃車となり、7100、7102、7107が北海道建設事務所に、1925年、大正14年には7104、7105が梅鉢鉄工所、後の帝国車両工業に譲渡されている。7101は保存のため東京に送られた後の1924年、大正13年に廃車となっている。 梅鉢鉄工所に譲渡された7104は、後に、高知鉄道、後の土佐電気鉄道空き線の建設用に譲渡されたが、工事完成後に解体された。1922年、北海道の1号機関車である、吉爪を東京に新設される、鉄道博物館、後の交通博物館に保存することとなり、7101が、吉爪の後ろ身であると推定され、 1923年8月に同館に送られた。しかし、同年9月1日に発生した関東大震災により、東京入りできず、同期は黒磯駅構内の機関庫に10年以上も保管、放置されることとなった。1936年、昭和11年、7101は大宮工場、現在の大宮総合車両センターで、 義経として復元されることとなった。しかし、同年、鉄道ファンである、島崎栄一と、川上幸吉が、7101が、弁喜び、7105が、義経であるとの調査結果を、大宮工場に報告し、7101は、一転、弁喜びとして復元されることとなった。1940年、昭和15年、同期の復元が完成し、 鉄道博物館に収蔵、生体保存された。1958年、昭和33年には、鉄道記念物に指定されている。交通博物館閉館後は、2007年、平成19年10月14日に、埼玉市大宮区に開館した、鉄道博物館にされ、展示されている。一方、北海道では2号機関車である。 便喜びを札幌で保存しようということになった。札幌鉄道局工作課では、廃車となっていた7103、7107を除く6両の名番を調査し、7100が1889年製の、製造番号1010 10、7101が1880年製の、製造番号369、7102が1884年製の、 製造番号6437104が1882年生の製造番号4887106が1885年生の製造番号672であると判明した105は名番が失われていたため調査不能その後の聞き取り調査により7103が1882年生の製造番号487 七千百七が千八百八十九年製の製造番号千九であることが分かってきた。こうなると七千百五は名番はなくとも、ヨシツネか、弁喜ヨのどちらかであることに間違いないはずなのだが、工作家ではなぜか七千百一を、ヨシツネ、7105を、信ブと断定してしまった。弁喜ヨは七千百二であるとしたが、製造年が合致しないため、七千百六 静かを保存することに決め、1929年、昭和4年11月に日本成功所と不要になった場合は、同僚の屑鉄と交換で、鉄道省が引き取る胸の覚書を取り交わした。北海道庁建設局に譲渡されていた7100、7100には、1950年に用途廃止となって苗母工場に送られ、7100は、 同年11月の北海道鉄道開通70周年記念展に整備の上展示されたが、7 1 0はには1952年に解体された。1952年昭和27年は鉄道開通80周年の年であり、多くの記念事業が計画されたが、高取工場では吉常を復元することになった。7 1 0五は、 帝国車両でテンダーを外し、不格好な側水槽とタンクを取り付けられて、タンク機関車に改造されており、わずか4ヶ月余りの慌ただしい日程ではあったが、見事に胴体復元された。北海道では、1952年9月に、日本製功所室蘭製作所で不要となった7106が、かねての約束通り国鉄に引き渡された。同期は、 成功書でサドルタンク式のタンク機関車に改造されていたが、苗牧工場では7100の部品を流用して10月に復元を完成させた。復元のなった吉常と静香は東京に送られ、10月14日の鉄道記念日に原宿駅の宮廷ホームで揃って展示されている。一方で静香に部品を提供した7100は苗牧工場で解体された。その後、 ヨシは、高取工場、静ズは、苗穂工場に保管されたが、静ズは1962年、昭和37年に、小樽市テ宮アの北海道鉄道を記念館、現在の小樽市総合博物館に移され、翌1963年、昭和38年には2両揃って、純鉄道記念物に指定された。ヨシは1982年に、 三崎公園の日本の鉄道博で同体展示された後、1990年、平成2年には大阪市で開催された国際下と緑の博覧会の会場内でイベント列車として運転され、その後は大阪市港区の交通科学博物館に稼働状態のまま2014年の閉館まで保存展示された。1997年、平成9年には、 梅工事蒸気機関車間の SL スチーム号蒸気機関車の体験乗車として運転され、吉爪は2004年、平成16年に鉄道記念物に昇格した。吉爪と静かの両機は1952年に東京で展示された後、たびたび再開イベントが行われており、1968年、昭和43年、1980年、昭和55年、 2002年、平成14年の3度、いずれも北海道鉄道記念館で再開を果たしている。2010年10月14日には、小樽市総合博物館で保存されている、静かも鉄道記念物に昇格した。2014年3月12日、西日本旅客鉄道は4月6日をもって閉館する、交通科学博物館から、梅工事蒸気機関車館に移設するにあたり、 ヨシツを再び校内運転が可能な状態に復元すると発表した。同年10月頃に復元が完了し、SL スチーム号などとして校内運転をさせる計画となっている。同年10月10日、多くの鉄道ファンが見守る中、ヨシツはその勇壮な走りを披露した。本形式の車両名番記載の製造番号に基づく車番論争は、 北海道大学で製造元の HK ポーター社からの送り状が発見されて、吉常イコール製造番号368であったことが明確化した。だがその後もバルブギアなどの足回りの調査によって、7105から信ぶを示す643を主体として、他の機関車を示す刻印が複数発見された。そのため、 と主張する両派で対立が生じた。しかしこの事実が判明した段階で、製造番号368の足回りを持っていた。可能性があった7100には解体されてしまっており、復元スケジュールが切迫していたこともあり、吉爪の主要部品、ボイラーが使用されているのだから、吉爪に復元して差し支えないとの判断で、7105が吉爪として復元されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。